どうも、なおちんです。さあ、今日は海賊無双4の追加ダウンロードコンテンツ、新規キャラクターの予想をしていきたいと思います。今日予想するのは第4弾ですね。第4弾は鬼ヶ島最終決戦パックとなりまして、それに関連するキャラクターが追加されます。で、ルフィはもうすでに決定してるんですよね。ルフィ決定で、残り2枠はまあローとキッドかなと思いきや、ローはねキャラクターパス2でもうすでに出てるんですよ。衣装だけだけどね、衣装だけだけども、ローは出てるので、ローは除外なら、キッドともう1枠なんですよ。そのもう1枠はゾロかキングどっちかで、濃厚なのは俺ゾロの方だと思うんだよね。うん、まあ、ルフィも、元々のキャラクターと別に、登場してるので、ゾロも、まあ、別に出てもおかしくないので、ゾロじゃない？飛竜地獄とか亡者の戯れか、必殺技新しく使ってるので、それを使うゾロが出てくるんじゃないかなと思います。キッドもまあ間違いないかなと思うんだよね。そしてダウンロードコンテンツには第5弾と第6弾もあって、1体ずつキャラクターのシルエットが発表されてます。第5弾はもう分かりやすいよね。これはウタだ。第5弾はウタで間違いない。で、第6弾がこれ帽子の形からしてロジャーかなと思うんですけども、いや、ロジャー出るっても思いますよね。まあ、とりあえず、そろそろ発表される第4弾ですね。このキャラクター3体は、俺はルフィ、そしてキッドとゾロだと思います。おそらくね。はい。まあ、そろそろ今週、来週中には、まあまあ間違いなく発表されると思いますので、それまで待ちたいと思います。そしてね、第5弾、第6弾の、追加キャラクターの予想もやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。